歯磨き粉は、やっぱね 無香料が一番いいよね。まあちょっとにあの界面活性剤が入ってないから泡はま立たないけど、まあ、そっちの方が使いやすいかなと思ってますね。まあ、外行ってもすごいんだ本当にね。まあみんなその匂いがついた洗剤の方がいいのかなと思ってるんだけどね。私は苦手だからいらんけどね。ドラッグストアとかどこ行ってもすごいもんね最近その匂いがね。まあ、最近っていうか2008年かひどかったよ。昔はこんな匂いしたことないんだけどな。まあ昔っても2008年ぐらいかな。確か柔軟剤はすごい匂いしよったけどな。まあね、知ってもらえばやめとこうかなと思う人もいるだろうし、いや私はこれでいいなという人もいるだろうしね。そんな感じやね。石鹸ってちょっとね、私はちょっと合わないかしらんけど、ああいう洗剤ってあんま好きじゃないね。匂いがきついから。で、歯磨き粉はシャボン玉石鹸。私はそれ使っているわ。これブログとして残そうと思ってるね。誰も来ないのかっていうか、ただ定期でやってるわけじゃないし、言ったとしてもね、面白くないだろうから。やっぱりマイクロカプセル入ってる洗剤好む人ってよくわかんないけど、いい匂いとかずっとあれずっと漂うけど、そう、まあ川の水とかはね泡が切れないんだってはっきり言うとね。自然環境には悪いんじゃない多分ね。多分その人によってはああ匂いがいいなっていうあれなんだろうけどね。苦手だね私は。外で散歩しててもさ、マスクしてないときついんだよね。それさえなければマスクいらないんだけどね。まあ、こう、買い物行っても通り過ぎるときにパッと匂いするしね。苦手だなぁ、とりあえず。まだ汗の匂いの方がいいよ。まあ、私も汗そうになるけど、そういうもんですよ。ねえ、あ、さゆちゃん、こんにちは。こんばんはだね、こんばんは。そう、木登りだね。そう、私はちょっとね、一人ブログで言ってたんだけど、まあ、さゆちゃんはどんなニュースしてんか知らんけど、その、私、洗剤は好きじゃなくて、その、香りがするやつ、無香料のやつ、今日買ったんだよ、ネットで買ったんだけどね。まあ、その、散歩書店もね、そういったもんね、最近すごい、濃いのよ、その、そこから上がる匂いがね。きついんよね、私からすると。でね、私は2008年からのその香りがついた洗剤でね、指定してるの。マイクロカプセル入ってるからね、体に悪いのは知ってるんだけど、多分世間の人はね、いや、これがいいと思ってるかしらんけど、私苦手なんだよね。でね、まあそうそう、本当はマスクなんかしたくないんだけど、その、香りが強いからマスクしちゃうんだよね。まあ、したとしてもどうにもならないんだけどね。だけど速攻からの匂いもすごいよ。あの洗剤の匂いが。マイクロカプセル、あの歯磨き粉は私はね、そのシャボン玉石鹸使ってるんだけどね。だから界面活性剤入ってない方が本当はいいんだけどね、と思うけどね。まあそれはここの問題だけど、どこ、ああいうのを使って体に悪いんだけどなと思うんだけどね。まあね、人それぞれだからな。押し付け論はできないけど、まあああいうメーカー乗ってるもんであんまりのないよね、確かに本当に。まだ SNS とか他のところでね、また広げていこうかなと思いますけど、まあマイクロカプセル入ってる洗剤どうして推奨してるのかよくわからないね。昔のね、アタックとかまだ匂いは少なかったんだけどね、相当昔の話なんだけどね。2008年以降ひどくなったね、あれはね。他のもメーカーもだけど、ね、店に行くとね、すごいんだよ、どこ行ってもね、ドラッグストアとかね。だからそうね、やりにくい社会